あれ？ごめん、お待たせ。俺、時間間違えた？いや、俺が早く来ただけ。この前遅刻したから、今日くらいはな。そんなの気にしなくていいのに。でもその分長く一緒にいれるのは嬉しいな。たく、大げさだな。てかその服、着てきてくれたんだ。うん、黒沢が選んでくれたやつ。これくらいしかおしゃれな服持ってないからさ。足立は何着ても可愛いけど、気に入ってくれたみたいでよかった。似合ってるよ。ありがとう。で、今日はどうする？なんでまた横浜？この前のデート、俺浮かれすぎて足立のこと全然考えられなかっただろ。俺もすげえ緊張してたからな。ある意味忘れられない初デートだったのは間違いないけど。そのリベンジじゃないけど、今度はちゃんと二人で一緒に楽しいことしたいなって。そういうところ負けず嫌いなんだな。今日は気負わずゆっくり回ろうぜ。そうだな。じゃあ行こうか。